こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。南シナ海に突如として現れた黒潮潜水艦を知っている人は今多いのだろうか？私にはショッキングな発表でかなり衝撃を受けた。旧式の黒潮でさえ南シナ海に15年も前から任務を行っていた最新鋭の総流型潜水艦が脅威となるか？日本の海上自衛隊で戦力の主力を担う艦の一つが潜水艦です。その潜水艦でも最新型総流の11番艦桜流に2019年新たな技術が施されました。それは通常動力型潜水艦としては世界で初めてリチウムイオン電池を蓄電池に用いたということです。桜流は最新技術のもとに進水したのでした。桜流より前の総流型潜水艦には鉛を蓄電池に使用していたのですが、効率の高いリチウムイオン電池への転換を実現したのです。今日、リチウムイオン電池は様々な場面で活用されて、生活に切り離せないものの一つともなっています。例えば、スマートフォン、タブレット端末、電気自動車の電池として利用されていますね。どちらかというと、小型機器のごく一般的な電池方式として広がりを見せています。余談ですが、このリチウムイオン電池の開発に貢献した一人として、日本人の吉野彰氏がノーベル賞を受賞しましたね。このリチウムイオン電池の優秀さを多くの人が自覚するようになったという証拠ではないかと思われます。しかしリチウムイオン電池に関しては、蓄電池としての優れた効率は注目されていましたが、ネックがありました。それが安全性と費用効果の面で、軍事転用するには難しい面があったのです。この難点をカバーしたのが技術革新でした。また、一説によると、リチウムイオン電池の製造価格は10年前と、比較すると約5分の1程度に下がったということです。ということで、基準排水量で2950トンという桜流の動力源としても実効性が確保されたことになります。桜流について詳しく紹介します。前述の通り、桜流は総流型潜水艦の11番艦なのですが、リチウムイオン電池採用については、それ以前の5番艦あたりから検討されていたそうです。なかなか実現に至りらず、桜流をもって見事に実現にこぎつけたということになります。多くの人の期待を背負ったのが桜流だったわけですね。その期待の桜流ですが、その建造費は約644億円の巨額に達しました。桜流の前の10番艦の建造費が約517億円でしたから、120億円以上もの価格上昇となってしまったのです。しかし、何と言っても、最大の課題はリチウムイオン電池の安全性の確保でした。今まで採用していなかったのは、発火の危険性をどうやって抑えるかというのが難題だったのです。実は、以前にも世界各地で携帯端末や電気自動車に設置したリチウムイオン電池から発火したという事故が起きていました。2013年には、アメリカのボストン空港で日本航空の B787 型機がリチウムイオン電池原因により火災を起こすという事故がありました。
リチウムイオン電池は容量を超えて充電した時は充電時にこのような発火を起こす危険性が高いと言われ、民間航空機の事故は言うまでもなく、軍事兵器である潜水艦への転用にはさらに厳しい安全性と安定性が一番の課題とされていました。そして当然ですが、潜水艦は海中に潜航します。密閉された環境の中で作戦行動を行うという特殊な軍艦です。自然発火の危険性は言うまでもありませんが、敵から攻撃された時にも動力源である電池が耐えることができるものでなければならなりません。蒸気のように安全性の観点から不安があり、なかなか実用化されずにいたリチウムイオン電池でしたが、日本の GS 湯浅と三菱重工業を中心とする企業による技術革新によって可能になったのです。現在の潜水艦には大きく2つのタイプがあります。日本のような通常動力型と、アメリカ海軍など数多くの国が採用している原子力推進型です。2つのタイプを比較した場合、原子力推進型は基本的に燃料を補給する必要がありません。しかも、水上でも水中でも安定した推進力が確保されるため、現時点では兵器として最も有効な推進方式と言われています。しかし、日本など政治的な観点や技術的な面から原子力推進型潜水艦の採用ができない国々では、どのようにして、通常動力型潜水艦の能力を向上させることができるのかが一番の重要課題となっていました。ご存知の方は多いと思われますが、日本には持たず、作らず、持ち込ませずといういわゆる非核三原則があります。これが提唱されたのは1967年昭和42年でした。当時の佐藤栄作総理が衆議院で述べたと言われています。以来、この三原則は世界で唯一の被爆国の国是となってきました。防衛政策もこれを無視しては策定できないはずですから、原子力潜水艦を建造することはできないことになっているのです。そうした中で、日本は、リチウムイオン電池とディーゼルエンジンの2つを融合させた推進機関をオウリュウで実用化したのです。このオウリュウ以前のソウリュウ型潜水艦では鉛電池、スターリングエンジン、ディーゼルエンジンの3機関を搭載し約2週間とされる連続潜航を実現していました。この3機関連携システムも通常動力型潜水艦としては高いレベルのエンジンと評価されてはいたのですが、何せ領海が広い日本では、より長期間の連続潜航時間と潜航距離の延長が望まれていました。その結果として、今回、リチウムイオン電池の選択になったというわけです。オウリュウリチウムイオン電池を設置し、今までのスターリングエンジンを廃止しました。すると、スターリングエンジンを置いていた空間が、有効活用できるようになったのです。思いがけないメリットが生じたというわけですね。最近、世界的にも、ジェンダーフリーの流れが加速しています。無論、海上自衛隊も無縁でありません。将来的には女性乗組員も輸送されるので、スペースが増えるということは喜ばしい事態と考えられます。確かに、
女性と男性の更衣室やトイレなどは当然分けなければならないのですから、空いている空間が増えるのは福利厚生の面からもメリットとなり得ましょう。スペースが増えた理由はリチウムイオン電池の有する性能に由来します。つまり鉛電池と比べると倍以上の蓄電能力を持ち、充電時間も短縮されたこと、また満つる放電回数が増加したことによってメンテナンスの頻度が減ったことなどが必要とするスペースを減らすことにつながったのです。今後双流型の後継艦としては、より大型化した潜水艦排水量3000トン超えの建造も噂されていますが、リチウムイオン電池を搭載するという形式は踏襲されていくと予想されています。その反面、前述のチウムイオン電池の危険性を不安視する声もありますし、双流が配備され、その後の運用経過を確認できるまで、リチウムイオン電池の良し悪しは、判断はできないのではないかとも推測されます。ヨーロッパの工業国ドイツは、日本と異なって潜水艦を運用する範囲は沿岸部の狭い海域しかありません。このドイツでは燃料電池を搭載した潜水艦が実用化されています。地勢的に日本とは全然違うドイツとの比較はできませんが、いずれにしても鉛蓄電池に代わる通常動力型潜水艦の方向性を示唆するものとして、リチウムイオン電池はこれからも世界の注目を集めていくことになるでしょう。